マイナンバーカードを登録することによってもらえるマイナポイントをもらおうと思ってカードリーダーを買いましたので、今ログインしてみます。マイナポータルから画面の指示に従って IC カードリーダーでログインを選び、使用する端末はパソコン、そして IC カードリーダーで読み取りをクリックします。そうするとログイン用アプリのインストールが出てきます。私はマイナポータルアプリを持っていないので、ダウンロードしてインストールします。数秒でダウンロードできました。そしてインストールも簡単です。ですが、注意に書いてあるように、拡張機能を有効にしてくださいというところがどこにもないので、これは上の方にあるところをクリックするのが今探しているところですが、これを押すと他のストアからの拡張機能を許可するなので、これはちょっと違う。一旦キャンセルして、マイナポータルアプリはどうやらインストールされている感じなんですが、このまま進まないので、もう一度先ほどのマイナポータルアプリがダウンロードされているのかどうか調べていますが、上書きしますかと出ましたので、これは一応インストールされているということになります。上書きはキャンセルしてログインを押すと、またパソコン、IC カードリーダーで読み取りという最初の画面に戻ってしまいます。何度かやってみたんですが同じです。で、またパソコン、IC カードリーダーで読み取り、どうやらこの、ログイン用アプリというのに問題があるんだと思うんですよね。で、ダウンロードをもう一度クリックしてみても結局同じですね。上書きしますかというのが出てくるだけです。もう一度やってみます。パソコン、IC カードリーダーでログ読み取り、でログイン、結局また最初に戻るだけですね。戻ってしまいます。それで Chrome でマイナポータルを開いて同じことをやってみると、パソコン、カードリーダーで読み取り、そうするとマイナポータルの画面になりました。パスワードを入れて、そうするとログイン中というふうに表示されました。そしてスクロールダウンするとマイナポイントというところがありましたので、そこをクリックします。そして申し込みを始める、申し込む、そうすると、何か申し込む前のチェックがあって、私の場合は何かのソフトが入っていないのでダメだというふうに書いてあります。それでその手順通りインストールします。次へ押して、次へ押して、ちょっとどこに入るかわからないので嫌なんだけど、一応2万ポイントっていうのは大きいので、一応これは録画しているので大丈夫かなという感じで次へ押します。そうするとここで画面が変わらなきゃいけないんだけど、これ画面変わらないですね。セットアップのまま、ぐる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 っとなっていて今進んでいません。こうなるとどうしようもないので、コントロールオルトデリートで強制終了します。そうするとタスクマネージャーが出てきて、いらないものを一つずつ消していきます。
コントロールオルトデリートでタスクマネージャーを表示させて、今動かなくなっているソフトを全部消していきます。終了していきます。今動かなくなっているタスクを全部消していきます。これで大丈夫だと思うので、この状態でもう一度再チェックをしたいです。再読み込みをして再チェックをします。でもまだ×がついていますね。つまりこのソフトをダウンロードというところができていないんだと思います。もう一度クリックします。そしてもう一度ダウンロードしてもう一度インストールします。はい、今度はなんとなくスムーズにいった感じです。次へ押します。もう一つ次へ押します。そうすると画面が変わりましたので、電子証明の何々というのが出てきましたね。これで先に進めると思います。これで完了して OK です。そうするとこの画面を閉じ、スクロールダウンして再チェックを押しますが、まだ×がついているということはもう一つやらなきゃいけない。 Chrome の人はこちらと書いてあるので、これ Chrome のマイナポイントで拡張機能をオンにする。これでちゃんとできたと思います。もう一度再チェックします。はい、そうすると画面が変わりました。マイナンバーカードを読み取ります。カードリーダーをセットしてマイナンバーカードを読み込んで始めます。そうするとエラーが出てしまいます。どうやら、このカードリーダーが悪いのか、それとも登録していないのかみたいなメッセージが出るんですが、先ほどログイン中だったように私はもうカードは登録していて、それを読めたから、このカードリーダーが使えたからログインできたのであって、だからもう一度やってみますが、やはり読みません。それでもしかしたらこのカードリーダーが悪いのかなと思って、もう一度カードリーダーのとこ赤に変えて差し込むと緑に変わります。でもそれが消えてしまうんですね。カードリーダーの説明書を読むと緑に点灯と書いてあるので、もしかしたらその緑になっている何秒かの間にこの始めるをクリックしないといけないのかなと思って何度かやってみています。でもやはりエラーが出てしまいます。結局何が原因なのかわからないんですけど、何度も何度もやってみたんだけどできません。そして、このカードリーダーは先ほど、区役所に登録した4桁の暗証番号を入れたわけですから、つまりこのコンピューターはカードリーダーを認識していて、私のカードを認識したということなんですね。なのにその先のマイナポイントに進もうとするとできない。もしかしたらこれは初めてゼロから登録する人はこの、ポータルサイトでできるけど、もしかしたら最初に作ってしまって、私はもう健康保険証も、税金ももちろんこれで支払っていますし、健康保険証も登録してしまっているので、だからできないのかもしれないです。もう一度コンピューターを、うちに何台かあるコンピューターを変えてトライしてみますが、それでできないようであればやはり区役所に行くしかないようですね。あれからだいぶ調べましたが、すでにマイナンバーカードを持っていて、それを健康保険証などと紐付けをしている人もポイントはもらえるようです。そうでないと絶対に不公平ですよね。
早くちゃんと政府の言う通りにやった人がポイントをもらえなくて、いつまでもやってない人が3万ポイントもらえるなんて、ちょっと本当に不公平です。2万ポイントはもらえるけれども、簡単にポイントを何かに例えば IC カードのような感じでくれるというわけではなく、預貯金の登録とかいろいろめんどくさいようなんですけど、ここまで来たので絶対に2万円諦めるわけにはいきません。2万円何かお買い物できるまで私は絶対に頑張ってこれは使えるようにしようと思っています。第2弾もご報告いたします。それでは。